We have a problem. No, we have an issue. Hey, what's going on, everyone? アメリカに住んでる日本人によく聞かれる質問が、problem と issue の違いについてです。両方とも問題を意味する単語ですが、一般的に問題イコール problem と学んできた方が多いかと思います。しかし、問題がありますを There is a problem とアメリカ人に言うと、それは problem ではなく issue だと指摘され、その違いについて混乱する方はいるかと思います。今日はアメリカ人がどのように problem と issue を使い分けているのか、個人的な感覚で皆さんにご説明をしたいと思います。まずは problem からスタートしましょう。一般的に problem は解決されるべき問題を指します。問題がネガティブな影響を及ぼしたり、弊害をもたらしたりするため、何かしらの解決策を見出す必要性がある場合に使われます。例えば、飲酒運転の問題。飲酒運転で毎年多くの事故が発生し、死者も出ています。飲酒運転は弊害をもたらすので、この場合は、problem が使われます。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。Drinking and driving is a problem. 飲酒運転は問題です。There is a problem with the internet. ネットの問題があります。We are facing serious financial problems. 我々は深刻な財政問題を抱えています。次は、issue の使い方について説明をしたいと思います。issue は一般的に議論されるべき問題を指します。議論することによって賛成の声が出たり、反対の声が出たり、賛否両論であることから難しい決断が求められるときに使われることが多いです。例えば、アメリカでは法律上18歳から大人ですが、お酒は21歳から。お酒も18歳に変えましょうという提案は大きな議論をもたらすことでしょう。こういう問題は、issue が使われます。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。We have an issue. 問題があります。I'm having issues with my coworker. 同僚と問題になっています。We will appropriately deal with this issue. この問題を適切に処理します。個人的な感覚ですが、problem は深刻な問題の響きがあるため、多くのアメリカ人にとってはとても強い言葉の感じになります。ちょっとした問題や話し合って解決できる問題は issue を使った方がいいでしょう。まあ、どんな問題でも話し合って解決をするので、problem と issue をはっきり決めつける定義はないかと思います。私自身の感覚としては、issue は problem をもうちょっと柔らかくソフトにした言い方になるかと思います。どちらかというと problem よりも issue の方が日常会話で使われるので、そちらの方を使うことを皆さんにお勧めをします。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 Thanks for watching today, and if you found this video useful, make sure you hit that like button. 今日の動画が良かったと思ったらぜひ like ボタンを押してください。 I will catch you again next time. Take it easy. Peace.